はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日は X で私がポストした内容についてお話をしていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。民泊清掃スタッフからの業務連絡です。当日インがあったら積むパターン。お疲れ様です。〇〇物件なのですが、ゴキブリ、クモともに大量発生しており、とてもゲストを呼べる状態ではないです。何匹か駆除しましたが、バルサンレベルの対応が必要だと思われます。ご指示をお願いします。このような業務報告が清掃スタッフから上がってきたのでポストしました。実際にトラブルがあった時のパターンですよね。当日チェックインの物件で次のゲストが入れれないような状態になってしまうっていうことは、民泊だとやっぱりあるわけなんですよ。予約が入っているので清掃完了でき次第次のゲストが来るというふうになってはいるんだけれども、実際ゲストをとても入れれる状況ではないっていうことがあるわけなんです。これが清掃時間を単に長くすれば解決する問題ではないってことがあるわけなんですよ。この昆虫が発生してしまうっていうパターンっていうのはたまに起きるんですけれども、運よくその日にチェックインがなければ大きな問題にはならないんですね。その場でバルさんの対応をしていくっていう方法ができれば問題がないということにはなるんですが、当日チェックインでゲストがもう施設に向かっていますという中で虫が大量発生しちゃったりゴキブリが出ちゃうっていうふうなパターンになると、ゲストが入っていても事前に虫が出る可能性がありますっていうわけにもやっぱりいかないわけじゃないですか。民泊の施設っていうのは一つの物件、戸建て物件であってもそこしかないわけなんですよね。ホテルみたいにたくさん部屋がある中の一つに予約が入っていて、何かトラブルがあれば別の部屋に誘導するってことができないわけなんですよね。ここが民泊でいう問題になりやすいところでもあるわけなんですよ。稼働率を常に 100% で回してしまうと収益は上がるんですけれども、トラブル時に対応っていうのができないってことになっちゃうわけなんです。これも当日インのリスクかなというところではありますよね。実際これが当日インの場合でこのような状況になったらどうするのかっていうと、オーナーさんはゲストさんに対して今日は宿泊できませんっていうふうにアナウンスをして別の施設に予約をしてもらうっていう形にならないといけないってわけなんですね。こうなると評価の部分でも大きく下がってしまうっていうことがあります。めったにあることではないんですけれども、頭の中には入れておいた方がいいことですよね。どうしても施設にゲストを入れれなくなってしまった時というのは、ゲスト様にごめんなさいをしなければいけなくなってしまうっていうことなんですよ。自分の施設が近くにたくさんあるようなオーナーさんであれば、この施設がダメになっても別の施設を誘導して何とか対応するってことができたりするわけなんですよね。エリアをまとめて民泊運営するっていうとこのようなカバーができたりするので強いんですけれども、実際のところは密集させてたくさん民泊の施設を持っているってオーナーさんもそんなにいないわけなんですよね。そうなると知り合いのオーナーさんにうまく頼んで空いているんだったら入れてもらうみたいな形をして対応していくってことはできるかもしれないんですけれども、こういうコミュニティがなかったりするとやっぱり難しいわけじゃないですか。なのでこれから民泊を始めるってオーナーさんは特にこのように当日チェックインで収益を上げるためにどんどん回していくっていうふうに考えていくとは思うんですけれども、当日チェックインは当日チェックインのリスクがあるっていうのをしっかり把握しておいた方がいいですよね。参考になれば幸いです。続いてのポストになります。ちょっと長いです。民泊清掃料金を上げた方が良いという意見をよく聞きます。清掃料金はコロナ禍と今では金額変わっております。古くからお付き合いをしていたオーナー様の既存の施設と今見積もりを出す新規の方では金額が違うこともあります。コロナ禍の辛い時期にお仕事をいただけていた感謝の気持ちもあります。世の中の物価は上がり、理念代、洗い代、車代、ガソリン代、駐車場代、コインランドリー費用、清掃関連の備品代、すべてが上がっているので今では金額を上げるべき流れになっています。見積もりを出すときに新規のオーナー様は弊社が出した見積もりに対して値引き交渉をする方っていうのはあんまりいないんです。過去のオーナー様が新たな施設を作ったときは今の見積もりを出しても説明すれば納得はしてくれます。問題は既存のオーナー様、運営会社様が既存の運営している施設の清掃料金を変更するときです。これは普通にノーと言われることがあります。今の情勢を見るとノーと言うならば断ればいいという声も聞きますが、実際はそんな簡単なものではなく、働くスタッフと弊社が安いと思いながらやっている施設も一部あり、それは初期の頃の契約物件です。
清掃スタッフの数が足りないから金額上げましょうという声は聞きますが、古くからお付き合いがある方の施設はなかなかうまく進まないこともありますよね。オーナー様の顔を知っていると、困り顔で交渉されると、なんとかやってあげたくなってしまうものです。それよりも、次の施設を増やして清掃物件を増やしてもらった方が、双方にとってメリットがありますよね。運営会社によっても、金額変更に2つ返事で了承してくれるところと、オーナーの許可を得ないと進められないというところもあります。各オーナーが、清掃会社の情勢は理解していないので、ノーと言われる時もあります。こうなると運営会社は板挟みになりますよね。ではノーという施設は断ればいいのか。そんな簡単なものではないんです。一度決めた清掃料金を再交渉するというのはこちら側も本当はしたくはないんです。申し訳ない気持ちと断られたり話がもつれた時はやり場のない気持ちになってしまいます。清掃クオリティに差は出ないとしても、なんとなくスタッフからは安いから愛されない部屋になってしまいます。安いから手を抜くということではないですが、大好きな物件ではなくなりますよね。最終的にはほとんどの方が理解してくれますが、オーナー様の気持ちもすごくわかります。これはあくまでも私の意見ですけれども、最近東京で飛んでしまった大きな清掃会社も少なからず同じような悩みは抱えていたのかなと思いました。金額が安く薄利でやっていたので、管理体制が維持できずにクオリティが上がらずに信用を失い、キャッシュも回らなくなったのかなと。弊社より歴史がある会社だからこそ、過去のオーナーへの価格交渉の打診に失敗した可能性もあるのではと予想できます。現在の情勢を加味しても、民泊清掃料金は安いのは大問題ではあるけれども、高く取れるからといって高く取る必要もないかなと思います。根拠をもとに適正料金を導くことが大事です。この適正料金というのは、オーナー様がアルバイトに委託するのか、法人様に委託するのかによっても全然変わります。今後民泊清掃の料金は多少上がっていくと思います。今まさに市場に民泊物件が増えている最中なので、人手不足は激化して金額が上がることは仕方ないです。清掃にかかる経費も増えています。清掃料金をケチるオーナーの施設からは撤退をする清掃会社も出てくると思います。中長期のスパンで見ると、施設が飽和したエリアではオーナー様の利益が減り、清掃料金の価格交渉がまた始まるかもしれません。その時は高すぎる清掃料金の部屋からオーナー様が潰れていき、清掃が切り替えられると予想できます。大前提として民泊清掃会社はオーナー様のビジネスパートナーではありますが、第一に考えるのはオーナー様の利益です。オーナー様が儲かれば施設を増やしますので、さらに仕事をいただけます。このように協力ができればウィンウィンになりますよね。しかしオーナー様に利益をもたらすために清掃会社が辛い思いをするのは間違っています。いきなり清掃会社が飛んでしまったら、一番辛い思いをするのはオーナー様です。どうか清掃会社と清掃スタッフを削らないでください。オーナー様は清掃会社を削らずに、ゲストから宿泊料金を1000円高く取ってください。その1000円が清掃スタッフに還元されると、民泊清掃会社は飛躍的に事業拡大ができて、オーナー様の強い味方になります。長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。このようなポストをしましたので、私なりの感想を付け加えていきたいと思います。今のご時世、民泊を広げているオーナーさんがどん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 増えています。やっぱり民泊のオーナーさんってうまくやってる方すごく利益出しているんですよね。それに伴い清掃会社への清掃の依頼っていうのもすごい増えているわけなんですよね。すごく嬉しいことに清掃会社ってアップアップになっているところが多いわけなんです。そして今回お話ししたように、初期の清掃を預かっている物件っていうのがなかなか価格が変えれないまんま今に至ってるってパターンもあるわけなんですよ。これって今新しく新規で部屋の見積もりを出す場合っていうのは、今の価格帯をポンってぶつけることはできるんですけれども、並行して過去の物件であっても料金が安いところってやっぱり底上げしていかなきゃいけないわけじゃないですか。例えば社員を雇っている民泊清掃会社で月間の給料が決まっているんであれば、働く社員さんで安い清掃料金の部屋でも高い清掃料金の部屋でも別に気持ちって変わらずに清掃できますよね。安いから手を抜くとかないわけじゃないですか。高いから一生懸命やろうってこともないわけじゃないですか。
自分の給料って決まっているんだから、その中で自分がやるべき仕事をしっかりやっていくっていう風に、そこの部分気持ちではしっかりと割り切れるんですけれども、弊社みたいに業務委託を中心にやっていて、一軒あたりいくらですという風に料金が決まると、同じ部屋の広さで同じような間取りの物件なのに、この部屋はなんで安いの、でもこの部屋はまあまあいい金額だよねみたいな形になってしまうってことがあるわけなんですよ。ただこれも単純にじゃあ今の適正価格に合わせればいいじゃんっていうふうに思う方もいるんですけれども、なかなかそうもいかなくて、今までのずっと古くからの付き合いがある中で、どこかのタイミングで値上げっていうのがしていくとしても、いきなり今の価格にバコンっていうふうにぶつけるってこともできなかったりするわけなんですよね。個人のオーナー様から直接依頼を受けているパターンであれば、そのオーナー様に納得してもらえれば基本的には清掃料金で買えれるわけじゃないですか。でも運営代行会社さんが挟んでいる物件とかに関しては、運営代行会社さんの一存で決めれないってこともあるわけなんですよ。代行会社さんがオーナー様に交渉をするとかっていう話になってくると結構ややこしかったりして、代行会社さんってあんまりその価格交渉をやりたくないわけなんですよね。シンプルにオーナーからすると利益率が落ちるわけじゃないですか。例えば清掃料金今まで5000円でやってもらっていたものが6000円になりますよっていう風な話になると、1回の清掃ごとに経費が1000円プラスになっちゃうってことなわけですよね。これオーナー様からするとやっぱり嫌だなっていうのはわかります。でも清掃会社からすると上げないといけないタイミングではあるよねってところでもあるわけじゃないですか。世の中の物価があまりにも上がりすぎちゃっていて、そんな料金じゃとてもやっていけないですっていうところもあるんです。でもそれを客観的に見ると、安い料金なんて切っちゃえばいいじゃないですかみたいな感じで思ってる方もいるんですけども、やっぱり一概にそうも言えないわけなんですよね。私たちマスタークリーニングからしても、コロナ禍のきつい時期からずっと一緒にやってきたオーナーさんっていうのもいて、なんとかやっぱり据え置きで頑張ってきたけれども、このタイミングはどうしても変えなければいけないなっていう時って来るわけじゃないですか。そういう時に分かってくれると嬉しいんですけれども、そこでも断固としていや無理だよっていうふうになると、ちょっとなっていうところにはなってきてしまいますよね。ただどん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 世の中の情勢に合わせて料金を上げていけばいいとか、そういう話ではないんですよ。世の中のオーナーさんってこんなに高くゲストから予約が取れましたつって、結構 X でも何泊の予約が入りました、一撃数十万ですとか一撃100万超えですみたいなのドカーンって乗っけてる方もいるわけじゃないですか。それは清掃会社が見ると、いや素直に羨ましいなって思うわけですよ。その100万っていう売り上げに対して、うちが清掃する料金って一律で変わらないわけなんですよね。もちろんそれがスーパー長期とかになってマンスリーになったりすると、清掃料金自体は多少上がるっていうのはあったとしても、20泊で100何十万ですっていう風になったとしても、清掃会社からすると割とそのポストって羨ましいなポカーンって感じなんですよ。オーナー様儲かってるなってやっぱり思うわけですよね。だからこそ、儲かってるから清掃会社も便乗していいんですかっていうと、それは私は違うというふうに思います。実際現状に合わせてこれは適正価格に持っていかなければいけないなっていう、そのちゃんとした根拠があるんであれば、そこはちょっと納得していただきたいなっていうところもあるわけなんですよね。でもあくまでもこれ勘違いされやすいのが、清掃会社とオーナー様のやり取りではあるんですけれども、原則清掃料金を払うのはオーナー様ではなくてゲストさんなんですよ。だからオーナー様は清掃料金を上げるとともに、自分自身の施設の宿泊料金を並行して上げるっていう動きをしてほしいわけなんですよね。清掃会社が清掃料金500円上げてくださいっていうのって結構大変なんです。でもオーナー様が1回の宿泊の中で500円料金を上げるっていうのはそんなに難しいことじゃないわけなんですよ。それどころかオーナー様の場合だったら1ヶ月で数十万円とかになるわけなんで、月間で考えたら2万3万円の宿泊料金をトータルで上げるっていうことは全然難しい話じゃないんですよ。もちろんそれには新たに設備を入れ替えたりとかリフォームをするっていう方法が必要なのかもしれないです。例えば数百万かけることによって月間の収益が3万円上がりますとか5万円上がりますとか、1回の宿泊料金5000円上げることに成功しましたっていう話であるんだったら、オーナー様ってやっぱり羨ましいぐらいに自分の努力でどうにかできるわけなんですよね。なので清掃会社の値上げ交渉に対して、清掃会社に対して敵対心を出しちゃうオーナー様がいるんで、そこはちょっと勘弁してほしくて、あくまでもビジネスパートナーであり、清掃会社からの値上げ交渉っていうのは一応その確認はしているんですけれども、
やらないといけない状況なんですっていうところも分かってほしいんです。例えばスーパーに売られているものが値上げしますっていう時に、消費者に対して確認なんてしないじゃないですか。いついつをもっていきなり卵の値段が上がりましたとか、牛乳の値段が上がりましたとか、そういう風な感じで野菜の値段が上がったり果物の値段ってバン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 上がるわけじゃないですか。でも皆さんに対して料金上げるんですけどいいですかなんて確認ってやっぱしないで、いきなりそのスーパーの事情で料金ボンって上がってくるわけなんですよね。だからこそ私たち生活するにしてもお金がかかるわけなんですよね。それはスーパーの買い物っていうのも清掃スタッフの生活であったり私の生活にっていうのも直接的に影響があるわけなんで、そういった世の中の物価が上がってしまうっていうことはやっぱり清掃スタッフに関してもここは影響出てきてしまうっていうことではあるわけなんですよ。だからこそたまに痛いことを突っ込んでくるオーナーさんもいて、世の中の物価が上がるっていうのと清掃料金が上がるっていうのって何がどう関係してるんですかっていうことを言ってくる方もいます。例えばですけど、今のスーパーの話でもスーパーの野菜の値段が上がったのとあなたの清掃料金が上がるのって何がどう関係してるんですかっていうふうに端的に見てそのように言ってきたオーナーさんも過去にはいたんです。オーナー様の言ってることも分かんなくはないんですけれども、そういうことではないんですっていう話なんですよ。実際ガソリン代が上がってます、リネンの洗い代が上がってます、ゴミの処分費が上がってますとかっていうところもやっぱりあるわけなんですよね。で、今回のポストについてじゃあ何が言いたいのかっていうと、あくまでもオーナー様と民泊清掃会社って敵ではないですよっていう話なので、清掃料金を清掃会社が上げるのであれば清掃会社にそこを上げさせないように交渉するんではなくて、ゲストさんに対して宿泊料金を上げるように工夫をしてください、お願いしますっていうことなんです。ここがオーナー様じゃないとできないことなんですよ。清掃スタッフっていうのはオーナー様の宿泊料金を上げるお手伝いってやっぱりできないんですよ。次のゲストさんが満足して宿泊できるように清掃することぐらいしかできないんですよね。なので料金を取る相手、そのベクトルの方法を変えてくださいっていうお話でした。続いてのポストに行きます。民泊ネクストステージ。賃貸民泊でキャッシュを貯めて実績を作り、金融機関から融資を受けて購入です。賃貸と購入では民泊のキャッシュフローは全然違います。賃貸民泊が高すぎて限界を感じているオーナー様は購入を検討してみてください。築45年の戸建てに25年の融資が降りたという話も聞いています。月間返済は一桁万円です。最近は金融機関も民泊融資に積極的になってきました。市場には不動産賃貸業では難しいけれども民泊なら収支が合う物件はまだまだあります。購入は誰もが戦えるステージではないです。参入障壁が高ければ超えられた人のリターンはより大きくなります。一等物件を手に入れたら賃貸で民泊運営をしたいと探しているオーナー様に貸してあげてください。こうなると賃貸より利益が出るのにリスクは民泊オーナー様持ちになります。賃貸経営、民泊オーナーに貸し出す、自分が民泊をやる、この3種類から選ぶことができます。一等物件のオーナーになると選択肢が広がりますね。自分に合ったスタイルで民泊ビジネスを楽しみましょう。このようなポストをしましたので、これについてコメントをしていきたいと思います。今民泊を賃貸でやりたいと思っているオーナーさんがなかなか物件が見つからなくて困っているわけなんですよね。その方のネクストステージとしては民泊物件を購入していったらどうですかってお話なんです。ざっくりなんですけれども、月々のキャッシュフローの話で言うならば、例えば家賃10万円の物件を賃貸で借りて民泊をやったとするじゃないですか。そうなると通常の賃貸で10万円の物件を民泊で借りるってなると、東京都の場合はだいたい今ワンルームとかで15万円くらいになるんじゃないかなっていう感覚です。これがもしワンルームの物件を購入で民泊をやったとしましょう。もちろんマンションの管理組合の規約とかっていうのがあるので、その辺を全てクリアした前提で話をしますと、ざっくりとの感覚なんですけれども25年くらいでローンを組めると、おそらく月々の支払い額って5万とか6万円くらいなわけなんですよね。そうなると同じ規模感の物件を賃貸でやると、片や固定費で確実に出ていく分で15万円っていうところが、自分でローンを組んで購入をして民泊をやるってなると5万6万円くらいの月々の支払いで収まるってことがあるわけなんですね。ワンルームの物件でスタート時にすでにもう10万円のキャッシュフローの差があるってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。私がお話ししているのはあくまでも安全な民泊のビジネスラインとしては、家賃の3倍の売り上げを狙って家賃分の利益をしっかり残しましょうっていうふうに言ってるわけなんですね。
だから家賃10万円の物件を、まあ、仮に15万円で借りたとしても、あくまでも賃貸相場の10万円で計算をするとなると、10万円の物件であれば約30万円くらいの売り上げは狙えるわけなんです。でもこれってものすごく緩く見てるんで、実際もっともっと売り上げっていうのは上がります。もちろんその清掃費っていうのも別に乗っかってくるので、清掃費を清掃会社にお願いしてるんだったらゲストから取ってそのまま清掃会社に行くっていう風な話にはなってしまうとしても、ワンルームであってもやっぱり40万から50万円くらいは売り上げとして狙えるんじゃないかなってところになるわけなんですよ。この月々の固定の金額っていうのが購入であれば6万円くらいで収まるっていう風になると、民泊の運営ってものすごくストレスなくできると思いませんか？これが戸建ての物件であれば月々60万70万円の売り上げであったり、大きい戸建てであれば100万円以上の売り上げが狙えるわけなんですよね。その中で月々の支払い額っていうのがガツッと抑えられるっていうのが購入のメリットなわけなんですよ。実際のところ資産価値とかっていうものに関しては、築古戸建てに長期のローンを組めるっていうのは民泊のメリットではあるとしても、実際そこまでの資産価値がないっていうところはあるかもしれないです。でも月々のキャッシュフローであれば十分利益が出るっていうところなんで、賃貸でやるよりは全然いいっていう風になりますよね。そして賃貸物件で本当に出回っちゃってて残ってるものばっかりになっちゃったりしてるんですけれども、購入物件っていうのは手が出せないから調べてないって方も多いんですよ。実際調べてみると、民泊でやるんだったら利益は出るけれども、賃貸物件として自分の資産として持つにはちょっと弱いなっていう物件たくさんあるわけなんですよね。これを民泊のオーナーさんたちが買って、さらに自分でテコ入れをして工夫をすることによってバリューアップをさせて民泊をやるってなると、割と市場に出回っているような物件であってもしっかり料理ができるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。この辺を私はネクストステージかなっていうふうに思ってます。民泊やりたいっていうオーナー様の参入であったり物件探しっていうのは今かなり飽和状態になるぐらい、それぐらいやっぱり物件探してるっていうオーナーさんはたくさんいるわけなんですよね。こういう方たちがたくさん溢れている中で、ほとんどの方たちが購入には手出せないっていう風になるわけなんですよ。だったら購入に手が出せるっていうオーナーさんたちは次のステージとして、まだたくさん物件があるようなところっていうのに手を出していくのがいいんじゃないかなという風に思うのが私の意見ではあります。参考になれば幸いです。続いてのポストです。秘宝レインズに載っている賃貸民泊物件はすでに絞りかすみたいな物件しか残っていない、このようなポストをしました。これ私が書いた時に思ったんですけども、レインズ見てても本当に有料物件ほとんど残ってないんですね。ちょっと前までは一般の投資家さんって基本的にレインズって見れないわけじゃないですか。レインズっていうのは不動産屋さんだけが見れる賃貸物件とか購入物件とかを紹介するサイトなんですよね。だから例えば引っ越しをしますっていう風に言って店舗に行って、ここの駅でこんな物件を紹介してくださいっていうと、どこの支店に行っても基本的にはみんなレインズから物件引っ張ってくるんで、同じような物件が出てくるわけなんですよ。どの不動産屋さんも見るサイトレインズなんですよね。だから不動産の免許を持っている業者さんであればレインズを見れるんで、レインズを見れるのが結構特権だったわけなんですけれども、一般的な投資家さんっていうのは幕町さんとか顕微屋さんとかから物件探したりとかするわけじゃないですか。で、不動産屋さんに聞くと不動産屋さんはレインズから持ってくるっていう風な流れだったわけなんですよね。でもその不動産屋さんが見るレインズの物件で民泊物件っていうのがもうカスカスにされちゃって、本当に絞りかすみたいなのしか残ってなくて、全然ろくな物件がもう残ってないみたいな感じなんですよ。みんながみんなレインズを漁りすぎちゃって、今レインズ見ても全然物件ないんですよね。なのでレインズ見てももうしょうもないですよっていうポストをしたんです。ただこれも一概に全てが私が言ってることが正しいわけでもなくて、この中でもオーナーさんでレインズでいい物件見つけてきたっていう方やっぱいるわけなんですよ。だから不動産物件なんで常に新しいものが入ればレインズに乗っけてくるっていう業者さんもいるわけなんですよね。まず業者さんに対してオーナーさんがこの物件売りたいんですとか、この物件貸したいんですっていう話があった時に、これじゃあ民泊でも貸し出してもいいよっていうふうに言ってくれたものを、レインズに乗っける前の物件を個人投資家さんに対してこんな物件出たけどどうですかって、大体そこで決まっちゃうわけなんですよ。それでいいなっていうふうに思ったらもうそこで契約しちゃうんで、もう世の中に出回らないまんま決まっちゃうっていうことですね。これがもう川上の情報なわけなんですよ。でもレインズに乗っけちゃう業者さんもいて、レインズに乗っけた瞬間にタイミングよくその物件を抑えることができればそれ勝ちなわけなんですよね。
これで実際にこんなポストをした直後にいい物件を仕入れたオーナーさんもいました。なので私がこのポストをした直後にいい物件も出てきているんで、絶対にレインズがダメですって言ってるわけじゃないです。絶えず更新はされていくわけだし、そのタイミングで拾える方っていうのもいます。あとは特にすごい方っていうのは、他の方がこれは無理だろうって思ってそのままずっと放置されているような物件をうまく料理できるっていう方なんですよね。表面的に見て誰が見てもいい物件って誰が見ても契約するわけじゃないですか。でもそうではなくて、やっぱりやり手の方っていうのは、他の方のアンテナに引っかからないような物件を自分だったらこういう風に料理できるっていうイメージが湧くわけなんですよね。そういう方っていうのは他の方ができないような料理の仕方をできるから、うまく収益上げたりとか結構ニッチな層を突っ込んでいきたりするわけなんですよ。例えば再建不可の物件を契約して民泊新法として民泊でやっていくとか、接道がないような物件っていうのは旅館業が取れないんで、そういうところを攻めていったりっていう方法もあるわけじゃないですか。でも一般的な民泊の投資家さんっていうのは、これが購入であったとしても再建不可の物件とかやっぱりもう手出したくないわけなんですよ。基本的には金融機関の融資も下りないわけだし、現金で買わなければいけない。でも現金で買ったとしても出口がないわけじゃないですか。融資が下りないから、また次売りたいって言った時にも現金で買ってくれる人じゃないと買えないっていう風になると、もう身動き取れなくなっちゃうってパターンもあるわけなんですよね。でもこの再建不の物件だから安く買える、これをうまく料理できるっていう方であったりすると、結構面白い攻め方もできるんじゃないかなと思います。レインズにもこういう再建不可の物件とかもあるので、こういうアンテナっていうのを張り巡らしている方うまく利益を出すことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ今回のポストに関して言うと、レインズはもうダメですっていうようなポストをしたんですけれども、実際そんなこともなく、私がポストを書いた直後にいい物件っていうのを契約している方もいるわけなんですよね。そのオーナーさんから弊社の方に相談が来て、新しく清掃を受けてほしいんですけどって言われて、いい物件見つけましたね、どこで見つけたんですかって言ったら、レインズでこんな物件見つけたんですよって言われて、すごいじゃないですかっていう話をしたっていう経緯がありました。なので結論としては、すべてはタイミングです。今実際にレインズは結構荒れ果てているような状態にはなってはいますけれども、もう絶対無理ですってわけではなくて、アンテナ振って毎日毎日見てたらどっかでカチッといいタイミングが入ってくるかもしれないので、そこを仕留められるのは別の問題ですけれども、レインズ自体が今後もう絶対いい物件出てこないですっていうわけではないです。そこは勘違いしないでください。参考になりましたでしょうか。続いて最後のポストに行きたいと思います。民泊で運営中の施設が毎月利益がトントンで赤字でもないけど儲かりもしないとする。今の施設にお金をかけれないからそのまま運営を続けるが、数年経っても状況は特に変わらない。この施設にリフォームで500万円をかけるとする。リフォームした部屋は宿泊費が上がり利益が出る部屋に生まれ変わる。500万円を設備投資に回せるオーナーは民泊運営の差別化になります。理想は自己資金を使わずに500万円を金融機関から融資してもらいましょう。キャッシュの500万円は次の物件の初期費用に充てるためにストックしておきます。金融機関とお付き合いができる方は事業拡大のスピードが一気に上がります。今後はリフォーム、リノベ、大型メンテナンスに資金を回せるオーナーが事業拡大を加速していくでしょう。500万円あれば雰囲気がらりと変わります。お金をなるべくかけずに自分で DIY もあり。このようなポストをしましたので、これについてコメントをしていきたいと思います。これ私が思うんですけれども、民泊を自分自身が運営をしていくと、新たにお金を出して、がっつりと部屋のイメージを変えていくっていうふうに踏ん切りってなかなかつかないんですよね。でも他の人の民泊物件を見た時に、この施設ってここにお金かけたら全然変わるのになってやっぱ思うわけじゃないですか。それはオーナーさんの金銭状況とかにもよってくるとはいえ、例えば自分が運営している施設に新たに300万円を投入して設備をガラッと変えましょうっていうふうになると、なかなか前のめりにはならなくて、その300万円をこの施設にかけるんだったら別の新しい施設を始めるところのスタートの資金に当てたいよってやっぱ思う方が多いんですよね。でももし自分がその施設を買い取りますっていう風になったとするじゃないですか。そして新たに民泊を始めるっていう風な気持ちになった時って、一気にその気になるところを数百万かけて追加で直しちゃおうっていう気持ちになるんですよね。ここの気持ちの部分とお金のテコ入れっていうのがなかなかできない方がいて、数年間平凡な民泊のその収支っていうのになっちゃってる方っていうのもいるわけなんですよ。
早い段階で300万突っ込んだ、500万突っ込んだっていうのがもしできるんであれば、状況全然変わっていて、人気の施設にも作れたし、宿泊料金もドカンって上げることができたのに、そのテコ入れってなかなか気が進まなくてやらなくて、3年5年運営したけれども、全くもって月々の収支ってトントンくらいで、経験値は詰めたけど、大してやっててもそんなに儲かんなかったわっていう風な形になっちゃうパターンもあるわけなんですよね。これであれば300万かけて水回りを全部フルリノベーションしたとかっていう風な形にしちゃうっていうのが絶対良かったりするわけなんですよ。新しく始めるオーナーさんであれば、一気にお金かけてやっていって、そしてガラッとリノベーションして、宿泊料金も一気に上げた状態で運営開始するってこともあるんですけれども、既存のオーナーさんでなーなーになっちゃってると、今そこにお金かけれないよっていう風になっちゃうんですよね。実際現金も出したくないしっていう風になるんですけれども、既存のあるものに対してっていうのは、金融機関って割と設備投資とかに関しては、融資って積極的にやってくれるってこともあるわけなんですよね。だからリフォームするってなっても現金を出さなければいけないって思ってる方多いんですけれども、そうじゃなくてそのお金借りちゃえばいいんですよ。こうやってお金をかけていく方っていうのが他の方ができない差別化になっていくわけなんですよね。民泊って不動産投資とはまたちょっと違って、あくまでも事業なんで、ゲストさんの出入りっていうのも結構激しいわけじゃないですか。なので施設がどん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 傷んでいくんですよ。だからこそ宿泊の料金が高かったりとか、事業として儲かるっていう風になるわけで、民泊うまくやる方って結構利益出るわけじゃないですか。でも逆にその分施設が傷みやすくなるんで、メンテナンスってかなり必要なんですよね。このメンテナンスの部分っていうのを、月々の利益っていうのをしっかりストックをしておくことによって、どっかのタイミングでガツンという風に入れると、ここに費用を避ける方っていうのはやっぱり強いですよ。フルでリノベーションとかリフォームする必要ってないんですよ。必要最低限でやっていくでもいいんですけれども、必要最低限ができていないっていう方は、民泊としては本当に中の下みたいな、どこにでもあるような、何の変哲もないような施設で、なんとなくの収支で終わっちゃいます。月々トントンくらいかな、ずっとトントンだな、繁忙期だけちょっと利益が出るかなみたいな、そんな感じの施設になっちゃうわけなんですよね。これもったいないんですよね。新たにその施設を自分が民泊オーナーとしてやるんだったら、こことこことここは最初にお金をかけてバチンとイメージを変えるっていう風な感じでやるっていう方、こういう方の方が結構民泊うまくいったりとかしますよね。毎月毎月ワンルームでコンスタントに8万円ぐらい利益出てますって言うんだったら、別にそんなメンテナンスの必要ないと思うんですよ。でも8万円の家賃の物件で毎月毎月トントンの収支だなっていう風になったら、何かしら中身変えた方がいいかなとかっていうのもあるわけですよね。それぐらい小規模であれば、1回のゲストさんの宿泊料金をなんとか3000円上げるっていう風に工夫をする必要があって、仮に3000円上げたとして、月々の稼働のうち20日間稼働したとすると、この施設って月々6万円の宿泊料金が上がるわけなんですよね。これってものすごい大改革だと思うんですよ。8万円の物件で宿泊費を1泊3000円上げるって結構大変だとは思うんですけども、努力次第ではできないこともないかなっていうふうに思います。それにその努力っていうのが、知恵を絞るではなくてお金をかける努力なんで、お金をかければ宿泊料金って上げることってできるわけなんですよね。こういうふうに考えを変えていくっていうのもいいと思います。結局のところお金バンバンかけれる人ってやっぱ強いとは思うんですけれども、いかにかけずにやっていくっていうのも大事です。でもかけなきゃいけないところをかけてないっていうオーナーさんもいるわけなんですよ。清掃会社からしても、ここはもう直してもらわないと、もうクレーム絶対出ますよっていうふうに言っても、そこをケチるオーナーさんもいるわけで、何回言ってもその設備的に築45年とか50年の物件で、まだ同じお風呂使ってたら、そりゃ一生懸命清掃でピカピカにしようが絶対クレーム出るわけじゃないですか。なんでかっていうと、私自身が掃除に行ったとしても、この部屋泊まりたくないっていうか、泊まれないって思いながら掃除してるわけなんですよね。清掃スタッフが泊まれないって思ってる部屋にゲストが泊まって満足するわけないんですよ。でこれって清掃の中でどうにかするっていう限界がやっぱりあるんで、もう根本的に施設の見直しが必要だよねっていう話になるわけです。例えばオーナーさんが、この施設にはもう一切お金をかけるつもりもないし、このまんま直すつもりないですっていうふうに言ったとしますよね。でも清掃スタッフからすると、そういう設備がトリガーになって髪の毛一本落ちてましたって言ったらクレームになるわけじゃないですか。でクレームになってゲストから言われたってなると、結局再清掃に行かなきゃいけなくなるわけなんですよね。これって清掃会社のモチベーションってめちゃくちゃ下がっちゃうわけなんです。あの物件行きたくないわって、やってもやっても無駄だしっていうふうになっちゃうわけですよ。
なので宿泊料金を上げる努力としてお金をかけるっていう方法もいいと思いますし、今回ポストで話をしたのは500万円っていうのはあくまでも戸建てをイメージして話をしましたけれども、500万円のリフォームかけれるってなると部屋のイメージってガラッと変わります。私が特にお勧めしているのは家具にこだわるとかではなくて、壁紙一面をパンって変えてしまうっていうのがすごくいいと思います。ド派手な和柄の壁紙に変えていくっていう方法もいいとは思いますし、壁一面を薄いピンクにしてみるとか、薄いブルーっぽい感じにしてみるとか、アクセントクロスで一箇所だけ変えてみるとかっていう、そういうような工夫っていうのもいいと思うんですよね。カーテンを派手にするとかかっこいいものにするっていうのも、カーテンもやっぱり消耗品ではあります。なので私はカーテン変えるんだったら壁紙張り替えちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。クロス張り替えてもそんなに高い金額しないです。民泊でもしお金をかけるんであれば、まず第一は水回りですね。水回りはしっかりやって、ここさえ押さえておけばそこまで大きな問題にはならないですし、ゲストの評価っていうのも自然的に上がってきます。ファミリーを対象にする物件だったらキッチンは綺麗な方がいいかなというふうには思いますけれども、最低限やんなきゃいけないのはまずトイレかなと思いますよね。未だにタイルのトイレとかっていうのはどうなのかなって思います。和式トイレに座れる方っていうのをポコって置いているオーナーさんの施設っていうのもありますけれども、これはトイレリフォームしましょうよってやっぱ思いますよね。バランス釜のお風呂っていうのもやっぱりよろしくないかなって思います。もう固定されてないんで、清掃時にバスタブ動かすとカタ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 動いちゃうんですよ。こういう施設っていうのはお金をかけてお風呂リフォームしちゃったりとかの方がいいかなって思いますよね。お風呂、キッチン、トイレ、ここ3つリフォームすると大体200万くらいかかるかなっていうところではあります。それでも必要な資金と見てやってみるっていうのはいいんじゃないかなって思いますよね。参考になれば幸いです。いかがでしたでしょうか。今日は私が X でポストをした内容についてコメントをしてみました。私の X では日々民泊に関することをつぶやいていますので、よかったらフォローをしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。